くんの学べる対決。今日の挑戦者はこの二人ねば。なんで鬼がいるの？あなたは私の味方？対戦するのは、巨大ゴキブリネバー。はい。豆知識その1。ゴキブリの速さは人間に換算すると時速320キロ。新幹線より速い。くっせ、おならしたよ。豆知識その2。ゴキブリは15分おきにおならをしている。よし、水の中なら勝てる。逃げ込むぞ。せーの、おらー。豆知識その3。ゴキブリは水中に30分以上いても死なない。豆知識その4。ゴキブリは赤色が見えない。今回の対決はゴキブリがどっかへ行っちゃったので、パパと青鬼の勝ちねば。次回の対決もお楽しみにねば。何と対決してほしいかコメント欄で待ってるねばよ。ネバネバ TV を見てくれてありがとうねば。チャンネル登録してねばね。グッドボタン、ベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよ。